矢作義人は、日本中央競馬会の立党トレーニングセンターに、所属している、調教師、東京都出身、改正高等学校卒業。1961年3月20日、東京都品川区にて、大井競馬場の調教師矢作和人の子として生まれる。母滝は、天皇賞を制した、透名、天命母子を管理した、坂田正幸の妹であり、 和人自身も、札幌の持月与一郎、一門家で、同じく、持月門家であった、坂田の弟,弟弟子にあたる。吉人は、品川区の大井競馬場内にある旧社の2階で育ち、幼少期から競争馬を身近な存在と感じながら、育った。小学生時代に、廃成功ブームが起き、競争馬にとどまらず、競馬を意識するようになる。吉人曰く少年時代は、勉強ができ、 振動のような扱いを受けていたという。私立小学校を経て、改正中学校に入学。しかし、同中学校で自分より勉強のできる人間、2がいると知った吉人は勉学への熱意を失い、テニスに熱中する。改正高校時代には、全国私立高校選手権の東京代表に選出されたという。改正高校在学時には、競輪、3、競馬、4、 マージャンといったギャンブルにも手を出すようになった。吉人はギャンブルにのめり込む中で物事にはセオリーがあり、セオリーを知った上でンを働かせることが重要なので、あって、ただンに頼ったのでは、結果が出ないことを知ったと述べている。出席日数が足りなくなるほど遊び回った吉人であったが、中学校から留年制度が存在する改正において留年すること、なく卒業することには成功した。 このことについて吉人はセオリーを抑えていたからだと主張している。同級生の大半が進路として東京大学や医学部への入学を選択する中、勉強に嫌気がさしていたという吉人は金を稼ぐために好きでもないことを仕事にしたら人生地獄だという教師の言葉を参考に高校卒業後は競馬の世界に身を置くことを決めた。父親はヨ人の方針に反対したが、 数ヶ月がかりで説得した結果、最終的には、地方競馬ではなく、中央競馬に身を置く、日本国外で修行をするという条件付きで同意した。この条件について吉人は、父親が、当時すでに地方競馬に将来性がないことと、日本の競馬が国際化することを予見していたのだと、述べている。口述のように吉人はオーストラリアで修行を積んだ、ことで英語を使いこなせるようになり、 調教師となってからは、積極的に日本国外の競争バセールに足を運んで顔を売ることができた。吉人は2008年発行の著書、改正調教師山を激走に導く厩舎マネジメントの中で、親父には先見の面があった。つくづく感心させられるし、感謝の念に耐えないと述べている。吉人は、半年間アテネフランスに通い英語を勉強した後、 オーストラリアへ渡った。オーストラリアを選んだ理由について吉人は、シは、芝コースでのスピード主体の競馬が主流である点や、旧車システム、検疫制度が非常に厳しく、国際的に隔離された環境にある点が日本と似ていたからだと説明している。吉人は、シドニーのロイヤルランドウィック競馬場で5ヶ月間、続いて、メルボルンのフレミントン競馬場で3ヶ月間働いた。 ロイヤルランドウィック競馬場では調教師、ネビル・ベックに将来は調教師になって、またシドニーにやってくると夢を語っており、2008年4月にシドニーで行われたイヤリングセールで再開を果たしている。フレミントン競馬場では修行中だという理由から、給料が支払われず、日本料理店でのアルバイトを余儀なくされるなど、経済的には苦しんだものの、馬をリラックスさせる技術を習得し、 レース後十分に疲労回復をさせることができるので、あれば、間隔の狭いローテーションで競争馬をレースに出走させても構わない。5、馬を走らせるにあたっては、馬場状態に気を配り、馬場状態が悪い時には追い切りをかけないと考えるようになるなど、得たものも大きかったという。フレミントン競馬場での修行を終えたヨシヒトは、メジャーと対比した時の田舎の競馬場のあり方という、 物を見ておきたいという理由から、クイーンズランド州トゥーンバの競馬場で働き、馬の仕事自体は、都市の競馬場でも田舎の競馬場でも同じという結論を得た後、日本へ戻った。帰国後は、大井競馬場で、父親の旧車の手伝いをした後、1984年7月に、競馬学校休務員家庭に入学。競馬学校の入学試験には2回不合格しており、 いずれも一次試験には合格し二次試験で不合格となった。その原因について吉人は、その頃の JRA は、地方競馬からやってくる人間を歓迎していなかった。JRA としては、地方競馬で経験を積んだ人間を取るよりは、高校を出て牧場に数年間勤めました。みたいな、まっさらな人間をとって、純粋培養したかったのだろうと推測している。大井競馬場で、吉は、 インターバルトレーニングや調教後のクーリングダウンを実践した。吉人は、大井競馬場で初めて、インターバルトレーニングをしたのは自分だと主張している。同時に、優れた技術を持っていても、地方競馬に身を置いているがゆえに日の目を見ない人間を目にし、大いにいる限りは、限界がある。やっぱり中央に行かなければならないという思いを強くしたという、競馬学校休務員課程を卒業後、 1984年10月に、立党トレーニングセンター工藤義明旧社所属の、休務員となった。最初の担当馬は調教中の骨折で、予後不良となり、2頭目も内臓破裂で死亡するといった不運もあって担当馬は一生も、上げられず、1987年3月に、武田博旧社へ移籍。さらに、同年6月、新人調教師、菅谷定高の誘いを受けて、 同級者へ移籍した。菅谷は人を、ゆくゆくは調教師になる男と評価し、1986年11月に調教助手となっていた義人に管理場の調教を担当させた。さらに、口述のように義人が攻め線から持ち乗りの調教助手へ立場を変えると、担当場のローテーションの決定を一任し、自身を介さず、馬主と直接やり取りさせるようにもなった。義人は、 菅谷の下で別格的扱いを受けたことで旧社の経営理念や旧社スタッフへの対応が学べたと振り返り、菅谷を師匠と呼んでいる。1990年、吉人は日本中央競馬会のドバイ小学生に選ばれ、イギリスのジェフラック旧社で3ヶ月間の研修を行った。帰国後、それまでの攻め戦から持ち乗りとなり、1991年12月に、 担当馬の初勝利を経験した。1991年、吉人は暴力団幹部を相手に喧嘩をし、警察から事情聴取を受けている。吉人の目標は中央競馬の調教師になることであったが、この事件が原因で、競馬関係者の間では、矢作は絶対に調教師試験は通らない。JRA が合格させないだろうと囁かれ。 よ人自身も調教師試験を受験する気力を失いかけたという、6、菅谷から励まされ受験を続けたものの、どうせ合格させてもらえないだろうと指揮は低く、一次試験にさえ合格できない時期が続いた。よ人は必死で受験勉強をするようになったのは、同年代の藤岡健一が合格してからであったと、振り返っている。よ人は2003年、13回目の受験にして、初めて、 いけるんじゃないかという手応えを感じ、翌2004年に合格を果たした。この間、2002年に菅谷が死去し、武田博士級社大久保隆氏島崎博士級社と所属級社を変えている。合格から開業までは1年間猶予があり、他の級社で研修を行うのが一般的であるところ、吉人は北海道の競争場生産牧場をめぐったり、 日本国外の競争場セールや競馬を視察して過ごした。この間収入はなく、退職金と父親からの借金で生活したという、2005年3月、立東トレーニングセンターに旧社を開業する。管理場は同じ年に解散した松永義春旧社から引き継いだものの、スタッフはほとんどが同じ年に開業した河内洋旧社への移籍を希望し、 最終的に、吉人の旧社へ移籍したスタッフの平均年齢は50歳を超え、馬に乗ることのできるものは2人しかいなかった。開業にあたり吉人は、旧社で管理する競争馬の入れ替えを積極的に行う方針を打ち出した。狙いは、出走回数を増やすことで賞金を獲得する機会を増やすとともに、担当馬がレースに出走しないことで、従業員の士気が下がるのを防ぐことにあった。 急務員には担当馬に対し自分の馬という意識を抱いていることが多いため担当する馬が頻繁に入れ替わることで気分を害する可能性もある。そのため吉人は管理馬がレースで獲得した賞金のうちの急務員の取り分5%について管理馬の入れ替えを行いやすくするには全額を急車にプールしスタッフに均等に割り振るやり方が望ましいと認識しつつもここでは 休務員への配慮から5%のうち3%を、休務員の取り分とし、2%を休者でプールする、こととした、7。休者管理場の初出走は3月5日、阪神競馬第1競争の丸高区員で急着。初勝利は3月26日、中京競馬第9競争の天山チーフで、通算15戦目のことだった。地方競馬初出走は11月1日。 大井競馬場で行われたアーバンステージ下月賞の丸高社員で結果は五着だった。2006年3月22日、大井競馬場で行われたフォーチュネートスミレー特別をオリオンザスカイが制し、旧社として地方初勝利を挙げる。2007年10月27日、スワンステークスをスーパーホーネットが制し、重賞初勝利を挙げる。2008年11月16日、 福島競馬第5競争3歳以上500万円以下でバトルブリンディスが優勝し JRA 史上最速で通算100勝目を挙げる2009年度は関西リーディングトレーナーとなる2010年12月19日の朝日杯フューチュリティステークスをグランプリボスで制し G1 競争初勝利2011年4月10日阪神競馬第2競争で 佐藤のモンスターが優勝し、通算200勝目を挙げる。開業から6年1ヶ月10日での達成は、現役最速。2012年5月27日、日本ダービーをディープブリランテで制し、ダービートレーナーとなる。2014年、53勝を挙げて、初のリーディングトレーナーになる。2016年には、リアルスティールで、ドバイターフを制覇、ドバイミーティング初勝利となった。 2019年には、優秀品馬を、ラブズ・オン・ d ーユーで制し、グランプリレース初出走となったリス・グラ州での、宝塚記念も優勝。リス・グラ州は、その後、コックスプレートも制し、宝塚記念と、同じく管理馬初の出走と同時に引退レースとなった、有馬記念も5馬審査で圧勝して、優秀の美を飾り、同馬で管理馬初の年度代表馬に選出された。この間には、 福島テレビオープンをリライアブルエースで制し、通算600勝も達成している。カッコ内は当該場の優勝重賞競争、太地は g i 級競争、酒井流星級者所属騎手、古川尚見習い騎士競馬人としての指定関係の系譜を見た場合、JRA 競馬学校級務員課程を卒業してからの最初の師匠は工藤義耳であり、 お形たときちの孫弟子と言える。父の和人は、地方競馬の調教師であるが、競馬人としての指定関係の人脈を遡ると、これも、荒井三ぐ、清水県平らを経て、冷えた虎にいたり、親子共に、国営競馬、JRA 系統の系譜を組んでいる。かつての旧社所属騎手に、小林慎一郎がいる。小林が引退を考えていた際、手を差し伸べたのが吉人だった。 旧社会業と同時に所属騎手とし、日々の調教やレースで起用した。その努力が実ったのが、ネギステークスのグロリアスノアで、ジンバ揃って、重賞発生覇に導くことになった。なお、グロリアスノアは、後日、戸崎啓太に乗り換わりとなったが、大一番のジャパンカップダートでは、場所の強い意向により、小林を再び起乗させることになったという。小林は、 場所の期待に応えて、本番では2着と検討したものの、レース後、グロリアスノアが、場所の判断で、三穂の小西和夫級車へ、天馬やするという事態に見舞われている。次女は、グリーンチャンネル、中央競馬中継関西パドックキャスター、ラジオ関西、5号競馬サタデー。アシスタントを務める矢はぎれ。2010年に、ミス、京都女子大学に選ばれ。 全国の大学のミスキャンパスの中からナンバー1を決めるミスオブミスキャンパスクイーンコンテストにも出場した。また、その弟の矢作克人も同志社大学の生徒である。一方、男性アイドルとして芸能活動もしており、男女のアイドルユニット、チームジョイボーイズガールズに所属。また、2015年の東京ボーイズコレクションに出場した経歴を持っている、調教女子時代から、 競馬雑誌などで執筆活動をしている。2000年には、調教助手時代の担当馬岩手二との思い出を描いたエッセイ二で雑誌優秀主催の優秀エッセイ賞自責を獲得している。ありがとうございます。